はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、マインクラフトミニフィギュアコレクティングケースです。はい、マイクラ玩具の新しい商品がまたまたトイザラスで売ってたんですけど、前に紹介したすごく小さいフィギュアのミステリーパックのキャラクターたちを綺麗にディスプレイすることができる専用ケースですね。もちろんこれも若干割高で、確か3800円だったかな。結構しましたね。32個のフィギュアが入るんですけど、ケースのみですからフィギュアも何も付属しなくて約4000円ですね。ただこのパッケージを見ると、ここのコレクションケースプラス裏側のこのくぼみを使って自家室的な感じでディスプレイもできるんですね。海外商品ですから本体はほぼむき出しで一部だけ梱包されてます。ではレビューしていきます。それでは側の梱包を外しましょう。さすがに4000円近くしますから、そんなにチャッチクはないんですが、実際本体の全体を見ると作りはちゃんとしてますね。はい、中身はこのようなコレクションケースになってて、ぐるっと全体を見回すとこんな感じ。横とか上の部分までちゃんとデザインが入ってますし、適当に掘った感じの地下室風になってて、一部素材も埋まってますね。動くところはここにヒンジが2つありますから、パタッとパーツを畳むことでよりボックス的な感じになりますし、このパーツを使うことでロックがかかって持ち歩きできるんですね。上のハンドル部分はパタッと倒すことも可能。表側のケースはここに爪を引っ掛ける場所がありますから、開けて簡単に開きます。パーツを展開すれば、これは見本ですけど、ここに前回買ったミステリーパックのフィギュアをいくつか置くことで綺麗に保管することができます。なるほど、さすがにサイズはバッチリですね。ちなみに別売りで同じスケールのミニフィギュアセットとかもありますから、この商品のフィギュアも置くことができます。で、閉めれば、コレクションケースっぽくなりましたね。ちなみにこの状態でサイズを測ると、横幅が16センチで、縦が14センチ、奥行きが15センチ、なかなかの箱感がありますね。マイクラの石みたいな。もちろん反対側も同じようにパカッと開けてコレクションすることもできますし、さらにロックを外して展開して、先ほどのミニフィギュアを裏側のジオラマになるんですかね、地下室的なスペースに自分の思い通りに飾ることができます。表側のケースを使わずにこういうディスプレイなんかもありですね。ちなみにマインクラフトハンガーズのフィギュアなんかは全然入りませんし、普通サイズのキャラクターフィギュアも上に乗せることぐらいしかできませんね。鶏とかならいけますかね。まあでも鶏も表側のコレクションケースには入れることはできなさそう。ちなみにサイドをロックしてない状態だとここがパカパカしますから、持ち歩くときは畳む感じで、家に帰ったら広げると。コレクションケースのワンブロックのサイズは横が約3センチで、奥行きが 2.5 センチぐらいで、高さが3センチ、3.5 センチかな。相当サイズは借りられますけど、例えば最近レビューした前売り限定のドライブとかを、入りますね。入れることなんかはできます。ゴーストはちょっと無理。300円のライダースイングとかも、ギリギリもう横にする感じですかね。こう縦に飾れたら、これは使おうかと思ったんですが、足りない。これが入んないとなると、相当入るものが制限されますが、何が入るかな？妖怪クリアマスコットもダメですし、かなり初期の1個200円の妖怪スイングとかは、なんとか入ります。このサイズの商品ってあんまりないですから、本当にマイクラのミニフィギュア専用サイズですね。はい、ということでマインクラフトミニフィギュアコレクティングケースを紹介しました。作りはすごくしっかりしてますから、マイクラのミニフィギュア以外でも使えればいいかなと思ってたんですが、予想以上にケース部分が小さくて基本はミニフィギュア専用でしたね。ケース自体はなかなか面白い作りで、背面とかも凝ってますから、ミニフィギュアをいくつか持ってる人にはすごくいい商品だと思います。
以上、マインクラフトミニフィギュアコレクティングケースの紹介でした。